はい、おざす。おざす。おざす。今回なんですけど、はい、あのですね、武蔵野大学の軽音同好会の練習してるスタジオに突ろうと思って、はい、今日っすか？今日っすまあいろいろあれば、なんでなんて思うでしょ。まずそうですね、ちょっとことの経緯から、あの結論から言うと、はい、6月9日のライブのゲストバンドとして出演してくださるんですよ、はいはい、あ、そうなんすね。そうこれね、いろいろあるんですけど、まあ結構悩んだんですよ、オープニング誰ゲスト誰出てもらおうみたいな。なんかゲストなんかいらっしゃるっていうのは聞いてましたけど、色々そうなんですね。そうギター系 YouTuber の人呼ぶかとか、はいはい、同じインストバンド系呼ぶかとか、はいはい、お笑い芸人呼んだりも面白そうな、いろいろ考えた結果、はい、やっぱりこう何ミュージシャンを志す学生の人とかと一緒にやれたら、はいはい、まあ、楽しいやろなっていうのがあって、お、まあ、それが一番かな。でちょうどね、はい、この間あの待合のところで声かけてくれて、でその時俺全然その武蔵野大学の軽音同好会っていうの知らなくて、はいはい、で写真撮って、はい、でツイッターでメンションしてくれて、で見に行ったらその軽音同好会みたいな人たちやって、はいはい、これはいいやんってなってこれはいいって声かけさせてもらって、はいはい、心よく OK してくれて。なるほど。一応まあ紹介という形で今回動画出てもらって、はいはい、でまあ企画交えながらこうちょっとね、なるほど、こんな感じの人たちなんかなみたいな。とりあえずちょっともうちょっと突きますか。お願いします。よし、じゃあ行きますか。じゃあ行きますか。じゃあ1個上の階なんで、ね、1個上の階501なんで、501。あ、やっております。やってますね。やってますね。やってますね。どうもこんばんは。あ、こんにちは。まず練習中に。よろしくお願いします。私の大学軽音同好会の皆さんです。おお、よろしくお願いします。お願いします。普段どういう活動をしてるんですか、同好会っていうのは。ライブハウスとかでやります？主にライブハウスでレンタルして活動させてもらってて。みおちゃん代表。あ、私です。やりとり、ありがとうございます。じゃあライブハウスは結構やってるって感じなのかな、普段も。そうですね、月1で。今部員数が今どれぐらい？105人。すごい。7人。多いよね、多分。多いですね。1年生が半分くらいです。すごい。はい、部長のパワーで。歴的には結構みんな長いの。私と美香は高校から。中学高校くらい、5、6年くらい。じゃあもうこれは、いや違う。そんなので俺だけ6ヶ月ぐらい。俺だけ6ヶ月ぐらい。あ、で結構差がある感じなんですね。そう、術的に。そう。だからそういうのは面白いよね、なんか見ててな、その。サークルらしいかなみたいな。ちなみに今日初顔合わせです。初めて。あ、そうそう、なんか今回のライブのために結成してくれたみたいな。はいはい、あ、そうなんですね。今日が初です。なるほど。普段やってるメンバーさんとかじゃなくて、普段は、まあ、ここが今、ここ同い年なんで。すごいですね。フットワークの軽さ。すごいよね。すごいですね。そうなんですよ。で、もう一つのバンドも、もう一つのバンドも今回のため。で、オリジナル。はい、で、向こうはまだすごしてないんだ。顔合わせもなしてです、まだ。曲作ってる段階ってこと？曲はもうできてるらしいんですけど。あ、持ってる人がいたみたいな。いや、こんなために作詞作曲して。すごくない？すごい。1ヶ月ぐらいなんだ、俺が声かけたら5月頭に。そうですね。すごっ。すごいですね。すごいな。そんな、逆にちょっと怖い。もうあんた、ちょっと。そうなんですよね。出来が。で、メインの企画なんですけども、はい、軽音部生に聞いた、学園祭で今これやれば盛り上がるよっていう曲、はい、3選でもいい、5選いきます。一応5考えてきました。いきますか、5選いきますか。はい、これね、ちょっとギャップ出るかもな。あー、こことこうで。世代の。じゃあ、5位からいきますか、順番に。お願いします。じゃあ、まず5位。お願いします。5位は、ワーツさんの、分かってない夢です。わかんないですか？ちょっと歌っていいですか？じゃあ、わかってないよ、きっと何もかも変わらないよ、ずっとそばにいたいなんてこと言われてもわかってないよ。ワッツさん、
ワーズワーズさん俺分からんやばいぞえ、聞いたことないやばい、分からん再生数どれくらい回ってるその曲いっぱいじゃないいっぱいじゃないですか。いっぱい回ってる。どんぐらいなんですかね。もうすでに、すでにね。あ、でも、1000万ぐらい。うわー、じゃあ俺らがおかしいわ、それは。チェックしときます。ぜひ。じゃあちょっと4位いきましょうか。この感じちょっと危ないな。危ないですね、早速。4位。やばい T シャツ屋さんのハッピーウェディングマイク。ああ、それはすばかる。これは盛り上がるね。これは盛り上がる。うん、じゃあ3位いっときますか、3位。3位は、クリープハイプさんのしおり。ああ、しおりか。渋いね。え、結構盛り上がんねや。しおりやっぱ盛り上がりますね。結構やってるとこ見えますね。ああ、そうなんや。クリーパイプわかるひろき。ごめん、ちょっとわかんなかった。あとでちょっと勉強しておきます。よっしゃ、ちょっと俺こっちおった、今。じゃあ、第2位いきましょうか。バウンディの怪獣の花。ああ、これは間違いない。これは間違いない。絶対盛り上がるね。はいはいはい、カラオケとかで。カラオケとかでも歌いますし。で、1位何だと思います、ちなみに。いや俺それバウンディ1位と思ってて、あ、会場の花か、あ、これ迷ったんですよ。でもこれやなってなりました。今の1位だって、もうワンオクとかもそんなんじゃないの、ラットとかそんなんじゃないの、ではないです。でもうちらの世代だと思う、めっちゃ、うん、私たちが中高の時に流行って、なんかもうワニマとかそんなのができるな、世代的に。でもそんな感じです、そんな感じ。やっぱ学生バンドでやるならコール&レスポンスもあって、で、盛り上がる曲。ちなみに最初の一文字だけもらっていい？分かっちゃう。あ、じゃあ曲名の最初の一文字目はなです。あ、ちょっとバンド名でもらってバンド名の最初の文字ですか？かです。これ知ってないと結構ちょっと出てない。これは知らないわけないと思います。か、ひろき、ちなみに。ちなみに僕も分かりました。え、ひろき発表してもらっていいですか？ちょっと待って。え、マクさん分かりますよね、もう。俺まだ当ててけへん。か、行きましょうか、もうね、ちょっとね。そうね、もう答えを。じゃあ第1位お願いします。1位はカナブーンさんのないものねだり。ああ、まだそこ。え、ああって言ってる。ああ、全然違った。全然違った。あ、まだその辺入ってくる。そうですね。カナブーンのないものねだりは結構定番になってます。だからちょっとやっぱあれやね、世代というか。そうですね、感じますね。知らないはないかなと思ったけど、うん、あったな。このコーナーはそんな感じで終わりまして、はい。じゃあちょっとあれやね、楽器のエフェクターとか機材ちょっと見ます。ね、どんなの使ってるか気になりますね。はい、ギターからいきます。まずギターからいきますか、ギターから。ギターから、はい。ズーム。はい。え？G1X 使ってます。あ、はい、アンプシミュレーターだったっけ、エフェクター。そうです、アンプシミュレーターで、プロセッサーみたいな感じか。そうですね。で、あのこういう単体のもあるんですけど、僕あのノイズリダクション持ってなくて、あ、でマルチでは使えるじゃないですか。だから、うん、まあ、マルチは結構使ってます、ね、あ、マルチ内のノイズで。次リードギターいきますか。リードギター、はい、ZNR っていうのはあれです、ズームノイズリダクションです。ノイズリダクション、はい、ルームリバーブ、オーバードライブで、ペダルボリューム、リバーブ後ろ先生、ひずみの前にもできてるんだよ、リバーブ。いや、これなんかあれなんです。なんか問題ありました。問題ちょっと一個問題あったわ。はいはい、教えてください。なんかひずみの手前に、え、あ、ちょっと、まあ、はいはい、理由がありましてですね、これは。これは私が分かんなかった時に、高校の時にやってもらったんで。でも一般的には歪みの後ろかな、リバーブは。え、マコさん、ちょっと一回解説してもらっていいですか、何が大きいんですかね。あ、歪みあるやん、ディストーションみたいな、はいはい、それの手前にリバーブがあんね、今。はい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 。だからリバーブのボワーンってした音が歪んじゃう状態になってね、今。あ、それ本来逆。ああ、さっきドライブさしてリバーブの方がいいかなとは思うけど、まあこの音好きなら全然ありやねんけど。いや、感情一回ちょっとやってみてください。はい、きっといいはずなんで。いいですね。ベースいきますか。ベース、それでもあんま分からんな。普段はあのこれに最後リバーブだけ入れてるんですけど、と荷物増やしたくなくて今日。あ、なるほどね。でもこれ大正解だと思う。それもよく見ましたね、サンズアンプ。そうそうそう、は、はいはい、リバーブつけてんねや、ベースに。ハンプバックさんの曲やるときにちょっとかけたくて。
ハンドバッグの人リバーブかけてんの？え、わかんないです。なんかそれっぽいリバーブ結構珍しいんちゃうかな、ベースリバーブって。あんま見ないですよね。なんか本当に良くないんですけど、ギター、まあその音が好きなら全然 OK。 まあそういうもんですけどね。ギターのリバーブを、本当は良くないんですけど、ちょっと良くない気がするな。ちょっとお金がなくて代用してるんだ。なるほどね。いやでも面白いね、みんないろんな設定というか独自の、普段人のやつ見ないから面白いですよね。そう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 、はいはい、そんな感じでいいですかね。あ、じゃあ今回ライブ出てもらうにあたってなんか意気込みというか、お意気込み、軽いまあそういうのもらえたらなみたいな、はい、あります。いや、はい、はい、お願いします。夜いや結構まあ結構無茶ぶりよ。結構まあライブハウスでは僕らは普段から1ヶ月に1回ぐらいでやってるんですけど、うん、こうやってまあ誰かから招待されたりとか、まあ、もちろんその一般の人がいっぱいいる中でのライブっていうのは初めてなんでめっちゃ緊張してるんですよ。そう、あの結構まあ学生の方が普段来るのでっていうのもあってだし、呼ばれてる側じゃないですか。だからこそやっぱ僕らはその後のメインに盛り上げられるような、いや嬉しいな、嬉しいですね、学生のパワーで。そう、学もう楽しんでもらえたらほんまに一番いいですね。もうノリで学生のノリをちょっとまあ、そうそうそう、多分ね、あの視聴者の人も YouTube ってこのデータ出るんだよ、視聴者の18歳から24歳一番多いね。多分学生の層来るんかなって思うねんけど、はいはいはい、結構刺さると思うけどな、コピーとかも。ああ、じゃあ頑張り、頑張ってください。頑張ります。じゃあ今日はちょっとね、いきなりお邪魔して申し訳ないですけど、じゃあこんな感じで終わりだと思います。ありがとうございました。武蔵野大学軽音同好会の皆さんでした。ありがとうございました。ストラップくるくるなって。